はい、こんにちは。今日は前回のハンモックバッグの仕立て方を応用してアマリーと3色でカラフルに作るスマホホルダーを編んでいきます。前回のモザイク編みと比べるととても小さくて、そしてオリジナルのアレンジもしやすくしていますので、たくさん編んでほしいアイテムとなっています。サイズの方は Google Pixel 8A のサイズに合わせて作っていきます。今回はウッドビーズなども使って、ちょっと夏休みらしくこんな風に涼しげにパーツを使って仕上げていきます。それではスタートします。はい、まずは作り目です。作り目はかぎ針6号で61目。今回もハンモック編みになるので、糸端の方を長めに用意してから編み始めます。今回はショルダー、肩掛けの斜め掛けになるようなスマホホルダーを想定しているので、1メーター糸端を取ってから鎖編みを始めます。1メートルの位置からくるりと下向きに輪を作って、糸をかけて引き締めます。ここから作り目を61目編んでいってください。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、作り目を61目編みました。前回の、ハンモックバッグの時はここからまた糸端を長く取って糸をカットしたんですけれども、今回のスマホホルダーは1往復ずつで糸替えをしていきますので、ここでは糸を切らず往復編みで戻っていく形になります。はい、ここから1段目。1段目は立ち上がりを1目つけて細編みで戻ります。裏山と言われているこのチェーンを裏返しにしてポコポコと出ている部分ですね。ここに針を刺して細編みを編みます。はい、裏山に針を刺して細編みで戻っていきます。はい、1段目裏山に細編みを編んで戻ってきました。ここから糸端1メートル分を取ってから糸をカットします。はい、そしてシュッと抜いてください。ここまでが1段目になります。今の長さ的には長さは38センチぐらいですね。スマホに合わせると半分によって入れる形になるので、これぐらいの今はゆとりがあります。だんだん段数が進むにつれてこう編み縮まっていくので、今はこれぐらいゆとりがあっても問題ないと思います。はい、次2段目。2段目は色を変えます。ナチュラルを用意して糸端を先ほどの糸端と合わせて1メートル取って、そしてここから編み進めていきます。最後の1目に針を通して立ち上がりを2目取ります。はい、この立ち上がりを中長編みの1本分と数えるので、次はこの次の目に中長編みを編み入れます。はい、そして鎖を1つ、1目飛ばした次の目に中長編みを編み入れます。はい、2段目はこれの繰り返しです。1目編んで1目開けて中長編み、
目編んで、一目開けた次の目に中長編み、はい、こんな風に編みつないでいきます。最後59目ですね、59番目で鎖を1編んだら60、61は続けて中長編みを2回編み入れます。はい、残り3目のところで鎖を1編んで、1目開けた次の目に中長編みを編んで、最後の1目も中長編みを編みます。左右の端っこに中長編みが2本続けて入っている状態になっています。はい、ここからまた往復編みで戻ります。鎖2目で立ち上がって裏に返して、はい、中長編みを編み入れます。はい、そして鎖を1編んで、次の中長編みの部分は引き上げを表で入れたいので、かけて中長編みの下を針でくぐらせて糸をかけて持ってきます。そして中長編みを1回、次は鎖1、ここからはこの前段の中長編みの位置で表引き上げで編んで帰っていきます。糸をかけて中長の柱の下に針をくぐらせて引き上げて中長編みをします。鎖1、糸をかけて前段の中長編みの下に針をくぐらせて、よいしょ、表引き上げの中長編みを編んでいきます。これで往復編みの帰り道を編み進めていってください。間に鎖1を入れることをお忘れなく。鎖1かけてくぐらせて中長編み、鎖1かけてくぐらせて中長編み1です。はい、このまま編み進めていってください。最後鎖編みを1編んだら、最後の2目は引き上げない普通の中長編みを2回編んでください。はい、ここでまた1メートル100センチの糸端を取って糸をカットします。これで3段目が終わりです。こういう形になりました。はい、次はいよいよ配色のターコイズになります。ターコイズも糸端を1メーター取ってから編み始めます。立ち上がりを2目編んだら、次の目に中長編みを編み入れます。はい、
から先ほどと同様にまた表引き上げの中長編みを編み進めていきます。間に鎖1、鎖を1編んだらこの柱、中長編みの柱の下に針をくぐらせて中長編み、鎖1を挟んで糸をくぐらせて中長編み、これをまた端まで編んで、こちらの端では中長編みは2目続けて引き上げない、中長編みを編んで同じようにまた表引き上げで戻ってきてください。ずっと箱糸の糸のままです。はい、最後の2目は中長編みの引き上げないタイプ、返し続けて編みます。はい、裏返して次の段立ち上がりを2目編んで、次の段もまずこの立ち上がりを中長編み1本分と数えるので、次の目は中長編みの引き上げないタイプを編んで鎖1、そしてまた前段の中長編みの柱の下に針をくぐらせて表引き上げの中長編みで戻っていきます。鎖1の後、最後の2目は中長編みで編んでいきます。はい、そしたらまた糸端を1メートル取って糸端をカットしていきます。よっ、これで5段目まで編み終わりました。はい、6段目はグレージュに戻ります。グレージュも糸端を1メートル100センチ取ってから、よいしょ、鎖2目で立ち上がって、この鎖2目が最初の1本目の中長編みにカウントするので、次の目は2つ目の中長編みの上に中長編みを編んでいきます。はい、そして鎖1、また前段と同様に中長編みの表引き上げの位置でこの柱の下にくぐらせて中長編みを編んでいきます。間に1目挟んで中長編みの表引き上げ、鎖1、中長編みの表引き上げ、鎖1で中長編みの表引き上げ、これを繰り返して6段目を端まで編んでいってください。はい、6段目まで終わりました。次は7段目になります。7段目は鎖1立ち上がって、初めの2目は細編みです。はい、ここからは1目置きの細編みになります。前段鎖目で隙間を空けた位置は鎖目、中長編みを編んだ位置では細編み、前段鎖のところは同様に鎖1、
中長引き上げをした位置では細編みを1というふうに一目置きに細編みを編み入れて戻ってきてください。鎖1、細編み1、鎖1、細編み1、鎖1、細編み1というふうに編み戻っていって最後の2目は細編みを2回繰り返して終わりになります。糸端を1メートル取ってから糸をカットしてください。はい、次は8段目です。8段目はターコイズの色で編んでいきます。まずは糸端を1メートル取ってから鎖2目で立ち上がります。1、2、この2目を中長編みの1本分とカウントしますので次の目は1つ隣に中長編みを編みます。ここからまた同様に1目置きに編んでいきます。まずは鎖を1編んで1目開けた次の目細編みを編んだ位置に中長編みを編んでいきます。1目編んで1つ飛ばして中長編み、1目編んで1つ先に中長編み、鎖中長鎖中長を交互に繰り返していきます。これが8段目になります。8段目が編み終わりました。続いて9段目はまた同様にして鎖2目で立ち上がって裏に返します。そして中長編みをすぐ2本目の位置に編み入れてここからはまた1目置きに中長編みですが今度は表引き上げの中長編みを編み入れていきます。1目編んで前段の中長編みの柱の部分に糸針をくぐらせて糸をかけて戻ってきます。鎖1を挟んで表引き上げの中長編み、鎖1表引き上げの中長編み、この編み方で戻ってきます。9段目です。はい、10段目に入ります。10段目も同様にして糸端を1メートル取った位置から編みスタートします。まずは鎖1で立ち上がって同じ位置に細編み、次の目に細編み、2目続けて細編みを編みます。この後は1目置きの細編みを編み入れていきます。鎖1を編んだら1つ飛ばした次の目に細編み、鎖1を編んで1目飛ばした次の目に細編み、鎖1を編んで1つ飛ばした次の目に細編み、これを繰り返して編んでいきます。10段目、1目飛ばして細編み1です。鎖1、細編み1、鎖1、細編み1のリズムで編み進めてください。最後の2目は細編みが2回続きますので
をチェックしてください。はい、最後の2目は細編み2目続けて編みます。立ち上がって11段目も同様に全く同じ感じで戻っていきます。まずは細編みを2目続けて編んだら、また1目おきに細編み、鎖1、細編み、鎖1、前段と同じ位置で、鎖の位置では鎖編み、細編みの位置では細編みというふうに編み戻っていきます。次は12段目です。12段目はグレージュに糸を戻して、同様に糸端を1メートル取った位置からスタートします。はい、1メートル取った位置からまずは鎖編み2つで立ち上がります。これを1本分の中長編みとカウントするので、今立ち上がりを編んだ次の目、この目に中長編みを1目編んでいきます。はい、そして鎖1、1目開けた次の目に中長編み、12段目はこのピッチでいきます。鎖1目開けた次の目に中長を1、鎖を1、1目開けた次の目に中長を1。はい、このピッチで端まで編み続けてください。最後の2目は中長編みが2回続くことになります。12段目が終わりました。13段目は鎖2で立ち上がって裏に返して、まずは中長編みを1本編みます。立ち上がりの位置を中長編み1本分とカウントするので、次の目に中長編みを1目編みます。ここから鎖1編んでから中長編みの表引き上げを編みます。鎖1編んでから前段の中長編みの下から針をくぐらせて糸をかけてきて、そして3目一度に抜く中長編みの表引き上げです。鎖1かけてくぐらせて引き出して、3目一度に引き抜く中長編みの表引き上げ、これを1目おきに編んで戻っていきます。これが13段目。13段目が終わりました。ここからまた糸端を1メートル取ってから糸をカットします。
23段目が終わりました。あともう少しです。はい、14段目はナチュラルに糸を戻して、上までと同様糸端を1メートル取って立ち上がりを1編んで、そして細編みを同じ穴に編み目に通して細編みを1編みます。次の目にも細編みを1編んで、次からは鎖1を挟んだ細編みを編んでいきます。鎖を1、1目飛ばした次の目細編みを1、鎖を1、1目飛ばした次の目に細編みを1。このピッチで14段目を編んでいきます。鎖編みと細編みを交互に編んでいきます。鎖編みの位置は前段の中長編みの頭の位置です。はい、こんな風に14段目を編み進めてください。はい、14段目が終わって次は15段目です。鎖1で立ち上がって全く同じピッチで戻っていきます。まずは細編みを2目続けて編んだら、ここからは鎖1、細編み1、鎖1、鎖1、細編み1。このピッチで編んで戻っていきます。最後の2目は細編みが2回続くことになります。そして糸端を1メートル取った位置で糸端をカットしてください。最後の1目を編んだら同様にして糸端を1メートル取った位置でカットします。はい、これで中央編みが終わりました。この後スチームアイロンをかけてサイズを出していきます。魔法を半分に折って入れていくのでこういう見え方になります。サイズは横にも伸びるのでだいたいいいかなというふうに思います。脇も同様で、まずは糸端を1メートル取った位置から閉じていきます。作り目が61あったので半分にしたら30、30で最後に1目
残るはずなので、今最後の方まで来て今3目残っています。この3目残った状態で最後の目は細編みではなくて頭と頭、今刺した状態、ここに1目残っています。この残った状態はそのままにして、ここで最後の目は引き抜き編みをします。そしてその残った1目を気にせずに、このまま鎖を10個くらい、3、4、5、6、7、8、9、10、これはお好みですけれども、ピロッと糸端を下へまっすぐ下ろすような感じ、3つ残した状態で最後細編みから引き抜き編みに変えて、ペロッと出した状態にしてあります。これが今10目ぐらい、最初のこのピンクの方はもっと鎖編み残しています。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2、4、6、7、27目残すとこのぐらいのペロッとした距離になって、ビーズ通したりなんかしてちょっと遊んで結んだりして、裾がペロペロっとなって可愛い感じにもなりますけど、今回はちょっとシンプルに5目ぐらいでカットしてみます。はい、反対側も同様にして細編みで編みます。反対側にして同様にして糸端を1メートル取って細編みで閉じていきますが、色は自由でお好きな色を選んでいただいていいので、今回はちょっと差し色のブルーで巻き線を閉じていきたいと思います。よいしょ、糸端1メートル程度取ってから最初の1目引き出して、鎖を1、そして同じ目に細編みを編み入れます。はい、このまま先ほどと同様ですね、一目に一度の細編みを編んでいきます。ここからショルダーの紐を作っていきたいと思います。まずは端っこから3本ずつ取って根元で1回結んでいきます。3本ずつ束にして一度根元で結んでいきます。端っこに端っこに結び目を移動していって、こう一色ずつ引っ張ると根元で結びやすいので、こんな感じで1、2、3本取ったら根元で結び目を作っていってください。そんなに神経質になることはないですけども、できるだけ根元がいいと思います。
3本ずつ束に取りましたので、ここから三つ編みを編んでいきます。一束ずつ手に取って三つ編みを編みます。長いので根気がいりますが、最後の手作業だと思って楽しんでやってください。はい、三つ編みを編んできました。だいたい80センチぐらいの位置になったら糸端を結んでいきます。糸端の結び方は、1本を2本の前に通して、そして上から下へ通していく、くぐらせていく、この1本の糸だけで結んでいます。もう1回、左側の1本をシングルのネクタイ結びのように前に通して、上から下へ通す、この状態です。この状態でこの2本の三つ編みの終着地点で、最終地点でキュッと結んでいきます。そしてぐるっと1色だけ結んで、よっと、こういう状態にします。割とキュッと結んでください。この1本で2本分を束ねている、ぐるっと回して束ねているっていう結び方になります。この結び方だと糸端が全員同じ方向にシュッと落ちるので、綺麗に足が揃っていきます。はい、そんな風にしてすべての糸端を三つ編みにして、80センチの位置で結び目を入れています。はい、そして最後、ハンモックバッグの時は束ねて、よいしょ、テープで留めて、そして細編みでかかっていく方法を取りました。もちろんその方法でもいいんですけれども、今回はちょっと細いので、細くて小さいので、こういった付属パーツを使って閉じていきたいと思います。まずは右3本左3本にそれぞれ束ねたら、この糸端の部分をセロテープで固く、このパーツに通しやすいように固めていきます。はい、そして端をカットする、こちら側も反対側もセロテープでくるっと巻いて、パーツの穴に通しやすいように固めていきます。そして今回はこのこちらのウッドに通していきます。白ではなくてナチュラルカラーのウッドに通していきたいと思います。この2つを一度にこのホールに向かって通していきます。そして抜いていく、はい、そしたらもうこっちは必要ないので、テープを外して、今片側の3本を引っ張ってきたところです。このちょうど80センチ取った結び目の位置で、1つ結び目を作って3本を1本に束ねていきます。はい、
色、こんな感じですね。反対側も糸をピンと張って、三つ編みを3本束ねた状態でピンと張って、3本を同時に糸端との境目の部分で一つ結びしていきます。はい、こんな感じです。そしてシュルシュルっとパーツを上に上げていって糸端をカットします。この糸端のポサポサの長さは自由です。眺めがいい人はまあこのぐらいでいいと思うんですけど、ちょっと揃えてパステルっぽく、だいたい何センチかな、糸端を今6センチ、じゃあ7センチちょっと長くなっちゃったかな、そんなに左右対称にこだわらなくていいと思うんですけど、綺麗に仕上げたい方は右左で糸端を揃えてカットしてください。こんな感じ。で、肩ひもができました。こういう感じですね。3本3本で肩にかけます。このウッドビーズを上げ下げすることで長く使ったり短く使ったりすることができます。ショルダーの紐の長さはウッドビーズで調節してください。ということで、はい、完成しました。はい、今日は前回のハンモックバッグを応用して余り糸3色でカラフルに作るスマホホルダーを編んでみました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた。